い、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第23弾をお送りします。で、今回この問題をやっていくんですが、見ていただいている方からのリクエストで、もらった問題ですね、を使っています。多分写メから判断するに学校のワークだと思うんですけど、あのワークによく過去問使われてますよね。その表示があったんで、おそらく過去問かと思うんですが、これやっていきますので、まずこの状態でチャレンジしてみたい方は動画止めてね、やってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと画面下げますね。で、個人的には、数学が苦手な方でも2番までは解けるようにしてください。ここは取れた方がいいです。ぜひね。3番はね、ちょっと難しいんで今回。あれなんですけど。で、問題の外しちゃうんですが、一応ツイッターに貼ったりもするので、うまく対応してみてください。では、いつも言うように、関数の問題っていうのは、今、こうやって載ってますけど、左上に6行、問題文ありましたよね。そこに載ってる情報をこっちに移してしまいます。毎回毎回こう確認すると時間ロスするのと集中力途切れてしまうので、移してしまう。ただ、今回ね、ごちゃごちゃ書いてる割には情報あんまないんだよね。で、言ってしまえば、この1が、ちょっと待って、ね、y イコール2分の 1x2 乗。これは書いてくれてる。これ入ってくかな？大丈夫ね。で、あとは1と2の交点。で、X 座標が正、つまり右にある方が A で、左が B だよとか、C、こいつ動くと、X 軸上動くんだよね。で、こんなマークいらないんですけど、ちょ、動きますよと、この上をね。で、これを繋いだのが3で、で、交点が2箇所あるんですけど、1との交点ね。こう B じゃないやつを P にするよっていうふうに、振ってくれてるとか、書いてくれてるからね。で、あとは、C が、X 座標正の部分を動くので、一応こっちには行きません。なので、まあ、X が C はね、正だよっていう。まあ、ここまで書く必要はないかもしれないですけどね。まあ、こんな感じです。で、まず1番が点 A の、これね、X 座標が3の時に三角形 OAB の面積を求めようという問題です。で、今回、説明上、ちょっとここ書き込まないんですけど、みんな書き込んでください。解くときにね。もちろん、書き込まなくても、解ける方はいいです。無理して書き込まなくてもね。で、なんでかっていうと、丸1、点 A の X 座標が3の時って書いてるじゃないですか。これ、丸1番でしか使えない情報なんです。だから、書き込んで解いたら、2番の時はそれ消してください。いい。使っちゃダメなんです。だから、ちょっとここ書き込まないんですけど。で、A の X 座標が3、ここですね。3なんです。ってことは、もうこれ書いてる瞬間に、A が、この関数の上に乗ってますよね。ここ、こいつ。なので、右と左側、ごめん。X 座標が3って分かったので、代入して OK なんです、これに。つまり、Y は、2分の1かける、X3 代入するんで、サザンが来るでしょ。こうなる。だから、2分の9って分かるから、Y 座標は2分の9ってすぐ分かるんです、こうやって。いいかな？もう、片方の座標が出てて、関数分かってたら代入して、もう座標求めちゃおうぜっていう、体が反応するかになってくれると嬉しいです。で、今、これ、二次関数ですよね。で、丸2番は、こうやる、まあ、こういうね、X 軸と平行な線なので、A と B って綺麗な対称点になります。左右がね。ってことは、これ、ここが、ちょ、書くか。あとで消すね。3の2分の9。パソコンじゃねえや。スマホで見てる方は見にくくてごめん。3の2分の9なので、こっち側っていうのは、まず Y 座標同じです。だって高さが同じだから。Y 座標ね。つまり、B の Y 座標は2分の9ってわかります。で、X 座標はこれの反対なのでマイナス3になるんです。こっちが3ならこっちはマイナス3って言った感じ。いいかな？で、三角形 OAB。ちょっとそこなぞれないんでごめんなさい。こういう感じですよね。OAB。ちょっと息子の声が入ってたらごめんよ。こういう感じ。で、ここ底辺にします。ここ底辺。で、今やったように、ここ、
3ですよね。x 座標3だから3の2分の9って意味なんで、ここの長さ3です。で、一応これ切るか。こうなってて、ここが3なの。で、こっち側、ここね、もう座標からマイナス3の2分の9なんです。マイナス3。で、マイナス3なんですけど、長さにマイナスはないので、結局ここ3なのね。長さとしては3離れてるから。つまりこっちも3だから、底辺6になります。さあちょっと喉の調子がね、良くなくて申し訳ない。まあ、底辺6かける高さ、ここですよね。つまり、ここです。これさっきやったように、3の2分の9、まあ、こっちでもいいんですけど、結局2分の9って言ってるから、この長さも2分の9なんです。つまり、高さ2分の9。で、三角形なんで忘れずかける2分の1。もしくは割る2をしてください。底辺かける高さ割る2。まあ、もしくはかける2分の1ですね。で、これを計算すると、これは、ここ約分しようか。3。で、あとできないんで、2分の27。で、今回単位が設定されてないので、単位つけずにこれで丸になります。ちょっとちっちゃくてね、見にくいと思うんですけど、3番でね、結構板書使う予定なんで、詰め詰めでしちゃってるんですが、まあ1番の答えあれで OK です。で、これは1番で使った情報なので消してください。解くときもね。これと、これは左上に載ってる情報なのでずっと使って OK です。で、2番。点 B の X 座標がマイナス4。一応書きました。マイナス4ね。で、C の X 座標が10に書きました。その時、直線 BC の、ね、式を求めようっていう問題。で、これ、個人的な意見としては、多分こっちの方が解きやすいことが多いと思います。1番よりも。と、逆かなっていう印象なんですけど、まあ、今回リクエストでもらったんでね、そのまま取り上げてますが。なぜかっていうと、ここ B の X 座標マイナス4ですよね。で、これも、この関数の上に載ってるんで、B が。だから代入して OK なの、X のとこに。で、そうすると、Y イコール、2分の1、X2 乗だよね。マイナス4を2乗すると16です。つまり8になります。だからここ8ね。で、C に関しては、X 座標の上乗ってるって言ってるから、Y 座標0ですよね。絶対に。で、2つの点が、もう通る点分かってるんで、もう直線の式出せるよねっていう感じ。流れとしては。ちょっと消すね。で、まあ、自分がよくやってしまうのは、2つ点が分かってるので、y イコール ax プラす b にそれぞれ代入すると。例えばマイナス4の8通るって分かってるから、8、y のとこにね、入れて、x のとこにマイナス4入れて、プラす b として、こっちももう一回入れます。0イコール12a プラす b の、これの連立方程式解いて、a と b 出せばいいよね、という感じでいいかなと思います。で、あとは、先に、二箇所通るとこ分かってるんで、傾きを出してから、行くっていうのも、どっちでもいいです。これに関してはね。ちょっと今回これでやっちゃいましょうか。で、このまんま、B 消えるんで、全部マイナスしちゃいます。すると、ごめんね。暗算気味でやるけど、こういう感じ。やると、8イコール、マイナス 16a。なので、a イコール、両辺前、これあれだな。ここちょっとミスすること出てくるそうだから。ちゃんとやる。これ、両辺入れ替えます。こうしようか。で、マイナス16で割ると。割るので、文字にくっついてる数字が下ね。基本的に。下なんで、マイナス16分の8ってこうなります。無理やり書くとね。で、約分すると、マイナス2分の1と。A はね、こうなります。どうしても急ぎでやろうとすると、16と8って見た瞬間に、あ、マイナス2みたいな。暗算に行きたくなるんですけど、それは 8A イコールマイナス16だったらそうなるんですけど、そこミスしないように気をつけてください。で、A が出たので、まあ、どっちの式入れてもいいんですけど、下に入れよっかな。ここだね。入れて、0イコール、A のとこにマイナス2分の1入れるので、12かける、マイナス2分の1プラス B。
ここ約分するとマイナス6です。つまり b イコール6と a と b 両方出すことができたので y イコール最初あ最後最初はねこれに戻します。マイナス2分の1 x プラス6と、これで終了です。で、本当この問題の特徴的なのは、面積出したり、直線の式出したりするんですけど、その問題でしか使えないので、後に関係ないんですよね。だからここに書き込めないんですよ。だいたい出したのこうやってね、書き込んで使ったりするんですけど、それもできないっていう。そう、そういうタイプの問題、これはね。だから一個が独立してる感じ。全部、問題がね、1番、2番、3番でね。さあ、で、ここから強敵ですね。3番いきましょう。点 B の y 座標4です。これも3番なので書き込んじゃいますね。まあ、4ってありますけど、ここの y 座標が4。で、三角形 OPB と OCP 書きましょうか。OPB なんで、ここで切った、こいつと OCP なんで、こいつ。だから、こことここね。の三角形の面積が同じ時に、三角形 OCB、全体ね、今、もう全部。を、X 軸を軸として一回転させる、一回転してできる立体の、まあ、回転体ってやつですよね。で、これを X 軸軸でぐるぐるぐるって回した時にできる体積を求めたいと。もうこれね、何がめんどくさいってやること多すぎやねんって話なんですけど。で、やっていきましょう。まず、さっきと同じです。B、出ました。で、今回 Y 座標が分かってるんで、Y に入れて解いていきます。いきましょう。4イコール、こうです。で、両辺2かけて、ちょっと整理すると、x2 乗イコール8になります。で、地味にちょっと忘れやすいとこなんですが、二次方程式ですね。2乗を、左辺ね、2乗を取る代わりに、右辺には、プラスマイナスルートがくっつきます。ルート8です。で、ルート8っていうのは、2ルート2と一緒なんで、こうなります、今。だから、x が、プラス2ルート2と、マイナス2ルート2がある。で、B って左側、X 座標がマイナスって分かってるんで、ここはマイナス2ルート2です。ここね、ちょっと狭かったな。マイナス2ルート2。じゃ、このプラス2ルート2ってなんやねんっていうと、こっちね。こっちがプラス2ルート2の4なだけです。まあ今使わないんであんま気にしなくていいです、ここは。で、次に P ですよね。ここをどう出すかっていう話なんですけど、今、OPB と OCP、これが、面積が同じになってると。で、同じになってるので、これ、中点じゃなきゃいけないんです。で、まずここが分かるかどうかが大事なんですけど、どういうことか。この三角形と、こっちの三角形、ここを底辺と考えたとき、高さは共通です。同じ高さなんです。だから、丸の部分の長さが同じ、底辺が同じになれば面積も同じになります。あの二つ、つまりここの丸のとこの長さが同じになるってことは P が BC の中点になんなきゃいけないんです。中点いいかな。で、今 C っていうのは X 座標わからないですけど、 Y 座標は絶対ゼロですよね。これはこの上を動いてる限りゼロで、Y 座標見てください。ここ4です。ここ0です。中点っていうのは、ちょっと大事なんで。ちょっとね、こっち持ってくるよ。中点っていうのは、今、ちょっと待って、蓋ができない。B と C の中点、Y 座標4、こっち0、2つの座標を足して2で割ったのが中点に来ます。つまり、4と0出して4、2で割るから P の Y 座標は2ってわかるんです。これ中点の出し方ね。で、もしここがわかってればそれをすることもできるんですけど、今わからないので、じゃあどうするって言った時に、P は1の関数の上に乗ってます。ちょっとずれたけど、乗ってる。乗ってるってことはさっきと同じです。ここに代入して OK なんです。で、Y がわかってるからまた同じことやります。ここにね、Y に2を入れて、こうなる。で、解いていくと、X2 乗イコール4。2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつくから、プラスマイナス2になります。で、これは、見て、図から見てわかるように、C が右側と固定されてるので、P も絶対右側、
正のとこに作れると、こっちに来ることないからね。だからマイナス2じゃなくってプラス2の方を使うから P がこうやってわかる。いいかな。で、今なんでこんなことしてるかっていうと、ここが欲しいんです。 C の X 座標。そうしないと回転体の体積求められないんで。で、どう求めるかっていうと、まあこれもね、どれでいくとわかりやすいかな。まあ一応ちゃんと式作るか。ここね、ちょっと T って今文字 I で使います。T ね、A でも何でもいいですけど、まあ T でいくと。で、さっきも言ったように、こことここの座標を足して2で割ったのがここに来るじゃないですか。じゃあ同じように考えると、これと、これ X 座標ね、足して2で割ったのがこれになるはずなんです。中点だから。さっきは Y 座標の話ね。今度 X 座標の話。で、それを式に書くと、ちょっと順番変えるよ。T とマイナス2ルート2足すから、まあこれくっつけただけ。それを2で割ったのが、この2になります。2ばっかりでごめんな。これ大事なんでもう一回言いますね。X 座標同士を足して2で割ったのが中点の X 座標になるよっていう式です。で、これ解きます。両辺2かけます。分数嫌なんでね。2かけてこいつを消してこっちが4になります。2かけました。で、マイナス2ルート2を右辺に移行すると、t イコール4プラス2ルート2となります。これがここの座標なんです、今。もうこれはね、ここが整数になってくれたら楽なんですけど。で、ここまで準備できたんで、これでもね、もう C の座標を求めるだけでも十分なレベルの問題なんですけど、回転体なので回転体と出します、体積。ちょっと消そうか、これ。で、この回転体もめんどくさいんですけど、ちょっと曲がってごめんね。で、これをくるくる回します。これね。ここを軸ですね。軸で回すんで、あ、ひどいひどい。まあこんな、こうやってくる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 回るんですよ。で、そうすると、これどう出すかっていうと、この形、いきなり求められないので、こうして、これを回したものから、これ円錐ができます。円錐ね。から、これを回したもの、これも円錐になります。を引く形に取ります。引く感じ。だからくるくるはちょっと起こすよ。こう起こしますけど、そうすると、赤の部分は、こういう円錐ができます。起こすとね。で、青の部分。まあ、この辺かな。ちょっと中くり抜くよ。この部分をくり抜いたものが、求めたい体積なんです。じゃあいきますね。まず赤の方からいきます。赤の方はこれを回す、つまり底辺、これですね、円のね、ここが底辺になります。くるくる回すからね。で、今見るとここ、この部分ですね。今説明したのはここ、いくつかっていうとマイナス2ルート2の4なんと、これ4ね、ここの長さは4って分かります。つまり求めたい円錐の底辺が4、底辺じゃねえか、半径が4です。下がで、高さは、この部分です、ここ。で、ここいくつかっていうと、今、ここがこれです。4プラス2ルート2。座標ね。4プラス2ルート2。で、ここの長さが、マイナス2ルート2なんですけど、さっきも言ったように長さにマイナスはないので、長さは2ルート2って考えます。じゃあ、くっつけたらいくつかっていうと、これに2ルート2足すんで、4プラス4ルート2になります。ここね。高さがこれってきっついよね。今この部分ね、高さ。で、あとはもう体積の公式でいきます。底面積かける高さ。で、今水なんで、尖ってる。水だからかける3分の1だと。つまり、底面積、半径かける半径かける π だね。なので、円は 16π です。かける高さがあれね。4プラス4ルート2かける3分の1と。これ赤の方の体積。これもね、約分できねえのかみたいな感じしますけど。で、そこから青をくり抜きたいんで引きます。で、青はどこかっていうと、ここですね、引きたいの。これを回すの。で、ここの4は同じね。同じ。あとはここの高さが問題で、高さはさっきもやったように2ルート2ですよね。2ルート2。
で、同じように考える。まあ、こんな感じだね。ここが2ルート2ね。なので、引く 16π、下の円の面積です。かける高さが、2ルート2。で、かける、これも尖ってる。水なんで3分の1しますと。あとはこれ解いたら終わりです。で、全部計算してもいいんですけど、自分だったら、これね、掛け算で繋がってるので、ここ一つの構図、まあ一つの塊と考えます。青も同じです。一つの塊です。ここまでね。で、16π と掛ける3分の1は共通してるじゃないですか。共通してるんで、くくり出しちゃった方が楽です、これ。同じものなんでね。だから、まあ、3分の 16π って考えますけど、これ下入ってるか。あ、ぜひいけるね。3分の 16π をくくり出します。くくり出したんで切ります。こうやって。で、残ったものを全部後ろの括弧に詰め込めるから、これ、詰め込んで、こうでしょ。で、これもマイナス2ルート2が残ってるんで、これを詰め込んであげます。こうやって。で、そうすると括弧の中身が4プラス2ルート2になりますよね。で、まあ、3分の 16π、括弧4プラス2ルート2って書いても、バツにならないと思うんですけど、個人的には。ただ、そのもらった、リクエストね、くれた方の答えの書き方に合わせたいので、イコール、3分の16とこれを、まあ、配って、π 一番後ろにつけちゃいますけど、3分の16を、まあ、3分の書いてあるからね。16をこことここに配ると、64、プラス16をこれに配ると、32、ルート2、で、π をここにつける感じ。これで、終了となります。いや、3番はね、でも、個人的にはいい問題なんです。なぜかっていうと、いろんな知識が入ってるから。中点使うでしょ。で、回転体も、ただの回転体じゃなくって、ちょっと複雑な。くり抜き型の回転体も使ってるからいい問題なんですが、やること多くて難しいっていうね。なので最初にも言いましたが、2番まではぜひ解けてください。数学が苦手な方でも。特にこの丸2、これは死守です。絶対に。で、1番もちょっと横を出して解けてほしいところ。で、3番は、まあ、すごく数学をね、で得点を取りたいとか、偏差値がめちゃくちゃ高いみたいな高校を狙ってる子は頑張ってください。で、その他の方に関しては、ここを頑張るより、特にこっちをね、ちょっと苦戦してる方は、ここもほんと捨ててしまっても構わないんで、こっちは絶対にできるようにしようと、いう風にやってもらえたらと思います。まあ、長くなると思ってましたけど、すいません、長くなりましたね。今回もここまでご視聴いただき、ありがとうございました。で、他の単元とかも撮っておりますので、まあ、もしよかったら他の方もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。